シュルマティクスリーブシーオナガキジは、キジ目キジカ山鳥ド属に分類される鳥類。中華人民共和国の中部から、北部全長オス210センチメートル、メス75から76センチメートル。翼長オス27.5から30センチメートル、メス23.5から25センチメートル。体重オス1.5キログラム、メス0.9キログラムと、山鳥ド属最大種。お葉は長い。 口彩は褐色。口子の色彩は肺褐色。卵は長径4 6トル短径3 7トル卵を覆うからは緑褐色や単行色。オスは頭部や頸部が白、胴体が羽毛の外縁が黒い淡泡褐色の羽毛で覆われる。体側面は羽縁が赤褐色の白い羽毛で覆われる。額から目を通り、 後頭へ続く黒い筋模様と、頸部に黒い帯模様が入る。お墓の長さは100から160センチメートルで、お墓の色彩は白く黒い横縞が入る。目上部と後部に羽毛がなく、わずかに赤い皮膚が露出する。くちばしの色彩は、緑がかった、増毛色。メスは、胴体は、羽毛の軸に沿って白い斑紋と黒い斑点が入った、暗赤色の羽毛で覆われる。 頭頂を追う毛や、下眼線は褐色。目上部の眉状の反紋は、泡褐色味を帯びた白や高褐色。くちばし基部から頸部にかけて入る反紋は、高褐色。目の周辺には、皮膚が露出しない。くちばしの色彩は、肺褐色味を帯びた、象毛色。標高300から1800メートルの下場に、竹の長い草本が茂った森林に生息する。非繁殖期には、 家族群を形成して生活する。素早く飛翔し、生死する際にはオハを広げる。植生は植物食傾向の強い雑食で、植物の葉、根、果実、種子、昆虫などを食べる。繁殖形態は卵生。4から5月に低木の根元や笹や草の茂みの中で、1回に7から14個の卵を産む。 放乱期間は25日。オスのオハが装飾用、特に宗教儀式に用いられることもある。開発による生息地の破壊、羽毛目的の乱獲などにより生息数は減少している。ありがとうございます。